よう、寝坊すけ。お前にやろうと思ってな。すげえ、もらっていいのか。おう、使ってくれ。それ、チャップにあげたやつ。気にすんな。あいつは一度も使わなかった。ユーナ遅いな。ユーナと同じ船なんだろ。先に行ってればいいんじゃないのか。10年前、ユーナはこの村に来た。ブラスカ様のナギ説が始まった年だ。ナギ説？その時から、ユーナは俺とルールーの妹みたいなもんだ。素質があることが分かって、重召喚士になって。そして今日、召喚士として旅立つ。初めから、一緒に旅立ちたいってわけ。そんな荷物、邪魔になるだけよ。あ、私のものは何もないの。お世話になる寺院へのお土産。ユーナの旅、そんなんじゃないだろ。そっか、そうだよね。じゃあ、出発。出やがったな。いい練習台だ。その剣試してみ。楽勝っすね。ほー、やるね。あいつのスピードについてくか。お前ガードになれっかもな。飛んでるやつは俺に任せな。ちょいと面倒なやつが出てきたな。大したことねっすよ。ほらな、やつは魔法で倒した方がいいんだ。殴ってダメな魔物は苦手な属性の魔法で倒せばいい。魔法？属性？じゃあ黒魔導士様に手本を見せてもらおうか。ええ、頼む。何も知らないのね。先が思いやられるわ。炎属性の魔物には氷属性の魔法が効くし、逆に氷属性の敵は炎属性の魔法が弱点よ。分かった？炎と氷はいいけど、雷と水はどうなってんだ？雷属性と水属性の関係も炎と氷と同じ。あいつは水属性の魔物だから弱点は。よく見ておく。早く行こうぜ。少しの間待つ。あ？もういいのか。うん。な、何？あの日、チャップは祈らなかったんだ。船の時間に間に合わないってな。
よし、完璧。いいだろう。なんだよあいつ。キマリロンゾ、ロンゾ族の青年。魔物の技を覚えて使いこなす。そういう意味じゃなくて、あいつもユーナのガードさ。私たちにもよくわからないんだ。キマリってとっても無口だから。うん。でも私が子供の頃からずっと守ってくれてるの。はあ。飛んでるやつはワッカの担当だろ。まあ間違っちゃねえけどよ。せっかくだ、紹介様にいいとこ見せてもらおうぜ。初の実戦ってやつだ。一丁決めてくれ。修行の成果見せてちょうだい。頑張って。
再登場かよ。よし、今度は俺が決める番だな。俺の技で暗闇にしてやる。
旅の邪魔をしたら、ただじゃ済まないからね。あんた、本当。そういや、何も説明してなかったな。これからキーリカって島へ行く。そこで船を乗り換えてルカへ向かう。で、その前にユーナは島の寺院でお祈りするから、俺はそのガードをする。神社ビサイドオーラカの必勝祈願もするからお前も来いよな。中途半端な計画。無駄のない計画だろ。俺にふんなよ。神社ビサイドオーラカの必勝祈願も。すごい血筋の召喚師様らしいな。おお、あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘？うん。汚れてやがる。こりゃ売り物にはならねえか。金持ってるようにも見えねえし。まあいいぞ、あっち行け。なんだよあんた。俺は23代目大赤屋。大赤屋？ち、知らねえか。まあ誰も知らないんだけどよ。いつか大赤屋の名前をスピラ中に轟かせてやるさ。そうだ少年、俺に金貸さないか。ありがとうよ少年。大赤屋最高の軍資金にさせてもらうぜ。
うわ、なんだこれ。ん、何のこと。ここ、何なんだ。動力室よ、扉に書いてあるでしょ。でも、どうして鳥が。珍しくもない、チョコボ動力じゃない。チョコボ、あの鳥のこと。うわ、あんたチョコボ見たことないの。はあ、どこから来たのか知らないけど、世間知らずもいいとこね。ああ、まったかよ。旅の間、この程度の驚きはザラだったな。ララ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 ラ。立ち入り禁止だよ。作戦用の物資を積んでるんだ。甲板に上がったら、潮風を吸ったら真の毒気も抜けるかもよ。作戦に関しては何も言えないぞ。作戦に関係していると思われたら、お前も寺院から破門されちまうぞ。だから何も知ろうとするな。ユーナの親って有名人なのか。大召喚士ブラスカ様の娘だ。ジンにご生存あったろ。10年前にシンを倒した大召喚士ブラスカ様。ユーナは召喚士として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな、親が有名だと。この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。ん？覚えとくよ、ルル。ブラスカ様の娘か。やってくれるかもしれんな。無事にキリカまでお送りするぞ。ブラスカ様の娘じゃなくて、ユーナって呼ばないか。ん？ユーナ様か。ではユーナ様のご無事をお祈りさせてもらおう。すげえ。無事にキリカまでお送りするぞ。風、気持ちいいね。
ブリッツの選手なんでしょ、ザナルカンドの。それ、ワカから聞いた？あいつ、絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ザナルカンドでは夜でも光が溢れていて、大きなスタジアムがあって、スタジアムではブリッツボールの試合が開かれて、いっつも超満員。なんで知ってんのさ？ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父もジェクトって言うんだ。すごい。私たちが出会えたのはきっとエボンの賜物だね。似てるけど別人だよ。どうして？親父死んだんだ。10年前、ザナルカンドの海でな。そっか。ある日、海へトレーニングに行ったまま、帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。ジェクトさんは、その日にスピラに来たんだよ。まさか。だって、私がジェクトさんに会ったのは、10年と95日前。父さんが旅立った日だからよく覚えてる。時期はぴったりでしょ？でもどうやって来たってんだよ。君はここにいるよ。キリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キリカには俺たちの家族が。召喚師様、お許しを。待てよ、本気かよ。
匹出てくんだよ。あ、背びれ潰すのが先か。
Thank you.
ザナルカンドで真に襲われて、気がついたらスピラにいた。だからもう一度真に会えたら家に帰れるって期待していた。私、真を倒します。必ず倒します。なんて甘いことを考えていたんだろう。あの日、あの時、あの燃えるような夕日の下、俺は思い知ったんだ。ここは俺の知らない世界で、そう簡単には帰れない。これが逃れようのない現実だとやっと分かった。私、召喚士のユーナと申します。ビサイド寺院から参りました。あ、召喚士様。他に召喚士がいなければ私に異界送りをさせてください。ああ、ありがたい。もう身内が魔物になるのは覚悟しておりました。どちらへ行けばいいですか？俺たちは町の様子を見てくる。人手がいるだろうからな。え？